プルサードを周回遅れにしようというこのマクラーレンとフェラーリのツーショット。志村さん、はい、今ジャントってからオンレースに文句言いに行きましたね。その結果ですよ、はい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 、周回遅れとかどけと言えるなるほど。ここはもうフェラーリどっちかで、シューマッハですね。あのタイヤウォーマーはそうなんですか。シューマッハのタイヤが用意されましたね。あ、そうですか。あとミハイル・シューマッハクレサードにぶつかってしまった。前輪をなくしたままの走り、悔しそうに今昔アイトンセロもやってるんですよ。ステアリングを拳で叩きつけました。リスキーですよ。いや、この接近戦バックマーカーをかわすのもこんな危険がはらんでおりました。しかもクルサード、いや信じられない。これはこんなシーンがあっていいんでしょうか。まだこれコース中間部分ですよね。ウォータースクリーンでも全く見なかったんですね、はい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 、今ね。さあこのリプレイです。うわ、スピード差がありすぎる。いや、右フロントタイヤないままでの三輪走行、スピード差がありすぎる。でもシューマッハが三輪で戻りますよね。ショッキングシーン続出になってしまいました、ベルギーグランプリ。これはですよ、はい、一過程としてこういうことは本当にあってもしかないんですけれども、クルサードが待ってたとかね、今宮さんどうなんでしょう。これはただ首をかしげるしかありませんけども、ね、だけどここはね、ここは追いつくところじゃないですよ、ここは。ましてこの前に河合さんからのリポートで、ロンデミスでにジャンドットが抗議しに行ったというね、のがありました。ここ全開ですから見えませんよね。さあそしてでも今宮さん、あれだけの差ってありますかね、今のストレートで。ねえ、だからまあなんとも言えないんですけれども、手振りの中でしたけれども、まあ、シューマッハがあれだけで、あ、もうやめますよね。ガレージに入れます、マシーン。フェラーリグランプリ600戦目のメモリアル、ミハエル・シューマッハ。クルサードもガレージ内ですね。アルデンラの流れ。シューマッハ行く。シューマッハが、これはクルサードのガレージを訪れる。飛び込んでいくか。やっぱシューマッハとしてみたら、お前戻しただろ。何か言わなきゃ収まりがつきません。もちろんそうです。はい。いや、マネージャーも止められませんね、この状況です。ご覧の形相です。これは大変です。いや、一歩間違えばこれはもう乱闘なんていうの言葉にも適切ぐらいの、ジャンコク自身も抑えに行きましたね。一触即発のシーンになりました、ミハエル・シューマッハ。いや、今宮さん、これね、今の一瞬のシーンが昔マカオグランプリで F3 でミカ・ハッキネンとこういう状況で終わったんですよ、最終ラップに。 F3 時代になりますね。うわ、しかしこれでね、ミカ・ハッキネン泣いたんですよ。あの時はシューマッハが前にいて、そうです、そうです、ミカ・ハッキネンだったわけですね。最終ラップでしたよ、トップ争いをしてて。F3 時代の末は因縁ですけどもね、これは今度は